今回使用したパーツとおすすめパーツ。CPU は AMD Ryzen 5 3500 6 Core です。メモリは 8GB 2枚です。マザーボードは、ASRock A320MHDV。サイズは、マイクロ ATX になります。グラボは、クロート指向の GeForce GTX 1650。SSD は、シーゲートの 500GB。片面がアクリルクリア版の PC ケースです。ATX 電源が使えるので購入しました。電源は、昔買った K&の 650W の ATX 電源です。今は、もう売っていません。そして、組み立てに使う工具ですが、プラスドライバー1本で組み立てられます。マグネット付きドライバーが便利です。ネジを PC ケースに落としても簡単に拾えるんですよね。作業前は静電気を逃がしてね。電子部品は静電気に弱いので、作業する前には、水道の蛇口や椅子の金属部分に触れて静電気を逃がしてから作業することをおすすめします。それでは、実際に組み立て作業をしていきましょう。作業しやすいように PC ケースの横にマザーボードを置きます。裏配線する方は、マザーボードを PC ケースの中に置いて作業してください。マザーボードの取扱説明書に取り付け位置が載っていますので確認しましょう。まずはじめに、電源 LED を取り付けていきます。パワー LED の表示があります。マザーボードの取扱説明書で場所を確認しながら、プラスとマイナスに注意して取り付けてください。コネクターが小さくて大変ですが、こんな感じで取り付けていきます。次に、ハードディスクの LED ケーブルを接続します。HDD LED の表示があります。プラスとマイナスがあるので、説明書を確認して取り付けてください。次に、電源スイッチのケーブルをつけます。POWERSW の表示があります。次に、リセットスイッチのケーブルをつけます。RESETSW の表示があります。マザーボードのパネル1部分への配線取り付けは完了。次に、PC ケースについてきたマザーボードブザーを取り付けます。プラスとマイナスがあるので確認してください。赤がプラス、黒がマイナスになります。次に、フロントオーディオコネクターを取り付けます。HDAUDIO の表示があります。ここから取り付けるコネクターは、刺さるところにしか刺さらないので楽だと思います。USB 3.0 コネクターを取り付けます。先端がブルーになっています。USB コネクターを取り付けます。USB の表示があります。背面ファンコネクターを取り付けます。マザーボードに CHAFAN2 の表示があります。メモリを取り付けます。メモリ、スロット横のロックを解除します。ロックが解除された状態です。メモリの切り欠きをマザーボードに合わせて差し込みます。しっかりロックされているか確認します。次に、CPU を取り付けます。ソケット横のレバーを上げます。CPU とソケットについている三角マークを合わせてソケットにセットします。CPU をセットしたら横のレバーを下ろします。今回使用する CPU クーラーはネジ止めするタイプです。両脇にある部品は必要ないので取り外します。
マザーボードの下にあるこの板は CPU クーラーの取り付けに使います。そのまま下に付けておいてください。 CPU クーラーのこの部分にはグリスが塗っています。触らないでね。手にべったりくっつきます。 CPU の上に CPU クーラーを乗せてネジで固定します。4本のネジを少しずつ回して固定していきます。こんな感じで取り付けできました。 CPU クーラーのコネクタを取り付けます。マザーボードには CPU FAN1 の表示があります。突然ですが、ここでクイズ。この画像で間違いがあります。お分かりいただけたでしょうか？マザーボードを先に取り付けてしまいました。先に、IO パネルの取り付けを忘れずに。そして、上下があるので確認してください。PC ケースの中から、IO パネルを軽く押します。マザーボードを PC ケースに取り付けます。赤丸がネジ取り付け部分になります。端子の中に、IO パネルの金属、が入り込んでます。マザーボードを取り付けるときは確認してね。はい、マザーボードの取り付け完了。次に電源を取り付けます。PC ケースに電源をセットします。4本のネジで電源を固定します。ATX 電源取り付け完了。マザーボードの矢印の部分に電源ケーブルを取り付けます。電源ケーブルは2本です。電源ケーブル2本取り付け完了。次に SSD を取り付けます。PC ケースの側面に取り付けるため、カバーを取り外します。ここに取り付けます。マザーボードについてくる SATA ケーブルです。マザーボードのこの部分にケーブルを取り付けます。SSD に SATA ケーブルを取り付けます。SATA の電源ケーブルを取り付けます。SATA データ、電源ケーブル2本取り付け完了。SSD をケースの横にネジ4本で固定します。SSD の取り付け完了。最後にグラフィックカードを取り付けます。グラフィックカードが使用する後ろの板を取り外します。手で前後にグリグリ動かすと外れます。PCI スロットのレバーを手で押してロックを解除します。このマザーボードでは一番大きい PCI スロットにグラフィックカードを取り付けます。グラフィックカードをしっかりネジ止めします。グラフィックカードの取り付け完了。あとは配線をきれいにまとめてカバーをつけます。FF14 でベンチマークを行ってみました。スコアは高画質設定で、10053でした。ご視聴ありがとうございました。See you!